あ、いいです。今日も週末 Vlog 撮っていきたいなと思います。今日はですね、注文してたソニーの α7-4 というカメラがやっと届きましたんで、その α7-4 で撮っていきたいなと思います。α7-4 の前のモデルの α7-3 というカメラをずっとメインカメラで使ってたんですけれども、この度4が出たということで更新をしました。7-3 をね、1年半ぐらい多分使ってたのかなと思うんですけれども、非常にいいカメラだったんですが、4はもちろんそれよりもいろいろな機能が向上して、さらに使いやすくなっているということで、この α7-4 をね、これから使って撮っていきたいなと思います。ということで今日も特に何があるわけではないんですけれども、カメラの使い方の練習がてら、Vlog にしていきたいなと思いますので、もしよかったら最後まで見てください。はい、こちらがですね、α7-4 の、私のセッティングですね。まあ、この本体が α7-4 です。で、レンズは、ソニーのですね、純正の F1.8 の 20mm のレンズをつけてます。で、ここには ND フィルターといって、まあ、カメラのサングラスのような可変式の ND フィルターをつけてます。それからマイクは、これもソニーの神マイクと呼ばれてる、ちょっと型番忘れちゃいましたけど、マイクです。なんかこのマイクも今人気で手に入らないみたいな感じですね。それからストラップはですね、今までハンドストラップで短いものをつけてたんですけれども、今回は、ネックストラップ、まあ、首からぶら下げるストラップをつけてます。これは、ドロップさんっていうメーカーのもので、ここが真鍮になってるんですかね、ゴールドの金具がついた革のストラップを使ってます。結構カメラが、まあフルサイズカメラとしては小型の方だと思うんですけれども、結構やっぱかさばるんで持ち運びがちょっとね大変なんですよね。で、今まではハンドストラップで手持ちでブラブラしてたんですけど、まあやっぱりカメラは首からぶら下げた方が最終的には楽かなっていうふうに思ってネックストラップにしてみたところ、やっぱり首からぶら下げてるとね楽なので、まあまあこれが一番スタンダードな形なので、ちょっとしばらくこの形で運用をしていきたいなというふうに思います。最近ですね、年のせいもあってゴールドのアイテムを結構使ってます。Apple Watch もシリーズ7のゴールドモデルを使ってます。昔はシルバーの方がなんかかっこいいなと思ってたんですけど、最近まあもう40も半ばなんでゴールドもそろそろいいかなっていうふうに思って、さっきのカメラのストラップの金具もそうなんですけれども、金色のアイテムをですね、ちょいちょい選ぶようにしてます。ルン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 、ちょっとお仕事してくるね。ルンルン、う、無視してんの、またまた無視してじゃあね、ルンルン、バイバイ。α7-3 から α7-4 になって、かなり手ブレ補正も強力なのが入ってるので、ちょっと手持ちで手ブレがどのぐらいするのかっていうのは歩き取りを試してみたいと思います。これからですね、こういう階段を登ってみたいと思います。 α7-3 をいまいちメインカメラではあるけど使えなかった理由っていうのが手ブレなんですね。結構 α7-3 は画質は綺麗なんですけれども、手ブレを抑えるっていうのがなかなか苦手なカメラで、うちは犬の動画が多いので結構犬が動き回るんでね、手ブレの部分っていうのが弱いとなかなか使えないっていう部分がありました。それがこの α7-4 である程度許容できる範囲であれば、犬撮りにもね使いたいなっていうふうに思ってます。今階段を手持ちでやってるんですけど、どうでしょうか。これが結構見れるぐらいの手ブレだったら犬撮りにもねガンガン使っていきたいなというふうに思ってます。
階段はしんどいですね。今度はですね、この状態での歩き撮りの自撮りをしてみたいと思います。結構ね、この状態だとカメラはブレると思うんですけれども、この状態でそこそこブレないで撮れれば、本当に普段持ちのメインカメラとして使えるなというところです。ちょっとこれで試してみたいと思います。ちょっと今逆光になっちゃってますけど、自撮り棒みたいな形で三脚を伸ばして歩き撮りをしてます。これで手ぶれが許容範囲であれば、本当に普段持ちとして、手ぶれ気にせず使えるなっていうところなんですけれども、今モニターで見てる限りだとそこそこいいのかなっていう気がしますけど、これで結果が良ければちょっとやっとフルサイズで気軽に撮れる Vlog カメラができたっていう風な印象になりますね。ちょっとうまく撮れてればいいんですけど、期待です。アルファ7-4、色もいいですね。今撮ってるのはピクチャープロファイルっていうソニーのフィルターなしで、もともとの標準設定で撮ってるんですけれども、モニター見る限り結構自分好みの色なんで、このまま色調節せずに作っちゃってもいいかなっていう感じがしてます。結構ですね、今までの α7-3 とかは標準で撮ると色の感じがあんまり気に入らなくて、自分好みの色にするために後から色をいろいろいじくってっていうのがしてたんですけど、それが結構大変で、それで尻込みしちゃってたところはあるんですけれども、この α7-4 なら標準色でも自分好みの色なんで、まあ、ちょっと調整するかこのまま使えるっていう感じなので、フルサイズの、ね、Vlog がぐっとやりやすくなったっていう、まあ、フットワーク良くなったなっていう感じがします。ちょっとお高いカメラでしたけれども、買って良かったなと今思ってます。ちょっと頑張ってね、個人の方の犬の方のチャンネルもなんですけど、個人の方の Vlog もちょっと頑張って作っていきたいなと思います。ぶら下げとくか考えてるんだけど、置くとこがないってこと、うん、まあ、要するに棚がちゃんとあってさ、うん、いろいろね、うん、置いとけるようにね、棚があるから持ってきておけばいいなってことは分かってるんだけど置く場所がないだよ、うん、だからそっちへ拡大するか、棚を作ってね。そうかって、こういらないもの整理すりゃ半分はいらないもんだねいらないもの整理した方がいいだよね、断捨離しないと。そう、どんどん溜まってっちゃうんだよ。なんかに使えるような気がしていないというか。実際にね、全くなきゃ。また買ってこなきゃ、ね。この木？うん、これね。これ葉っぱひねって今度真っ暗になっちゃうな。うん。まあ涼しくていいっていいだから。木陰もあった方がいいんじゃないの？うん。あんまり日向ばっかりになっちゃうと、うん、このすごいね、木が今さ伐採した木が、盆栽のいろいろ見てると、うん、面白くて見てるんだけど、取り切っての、うん、モミジができるらしいから、あー、モミジはいっぱいあるからね、うん、これやってみよう、これ邪魔でね、この枝、うん、切っちゃう切っちゃうと思ってたんだけど、ここのところさ、うん、その皮むいて、うん、ピートってあの苔つけといて、うん、そこから根が出るとね、うん、根が出ればここで切ってほら盆栽にしてるんだよ。ああなるほどね、うん、形のいいやつをね、うん、それをやるっつわけ、うん、やろうと思ってたけど、これだけいろいろやってて盆栽も凝り始めちゃうとそれこそ忙しくなっちゃう、いろいろが忙しすぎちゃって盆栽もたまに見て興味がないわけだけど、いいなと思ったらそうかって買ってくれ、今度は水やるだ、手入れが大変だから。盆栽っきりやってればいいけどね。そう、他のことがいろいろあるから。そうなんだ、ね、まあ、体力的にも腰が痛くなってくるからここで盆栽でもやってらあんまり動かないからいいかなと思った。あ、いやー、最初って現実に草刈りやったりいろいろ出てくる、まあいろいろあるからね、うん、まあいいんじゃないの、そんなずっと
試しにやってみてダメならやめればいいんだ。犬のサインしてるけども大変なとこ、これで盆栽始めれば今度は生き物っきだからそんな大変なんだよ盆栽も昔いろいろやってるけど